今回はフラックスとビルボ X を使って AI 美女画像を生成する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければこのような画像を生成する方法を理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。解説の前にお得なご案内です。このチャンネルでは AI でマネタイズする方法についてのコンテンツを販売しております。現在、 これらの有料コンテンツを LINE 登録特典として無料でプレゼント中です。ぜひご登録ください。この動画で紹介する内容は、OpenArt というサイトにある c o n f i UI の設定ファイルを参考にしております。この解説では、Google コラボで c o n f i UI を動作させていきます。なお、OpenArt と Google コラボへのリンク、および c o n f i UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。 そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成、と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、 名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは、Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは、T4 GPU を選択します。 そして、ハイメモリーの設定を有効にしておきます。ハイメモリーの設定は、無料版の Google コラボでは有効にすることができません。そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速、実行していきましょう。 概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして、再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。再生ボタンを押してから、 数分程度経ったらこのようなメッセージが表示されることがあります。このメッセージが表示された場合は、キャンセルボタンを押して処理を継続します。キャンセルボタンを押してからさらに5分ぐらい待っているとこのようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると、Conf UI の画面が表示されます。生成する画像の指示は、 ビルボ X プロンプトジークフォトプロンプトというタイトルのブロックで指定します。今回は雨の中を赤いドレスを着てずぶ濡れの美女がカメラ目線で歩いているというような意味の指示を英語で指定しています。このブロックで生成する画像を設定したら Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。画像が生成されるまでしばらく待ちます。処理の状況は画面上部の緑色のバーで確認できます。 画像の生成には数分程度かかると思います。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。期待した通り、雨の中を赤いドレスを着て、ずぶ濡れの美女がカメラ目線で歩いている様子の画像が生成されています。生成された画像をパソコンに保存するには、画像の部分を右クリックします。そして、表示されたメニューの中から、セーブイメージを選択します。 これで生成された画像がパソコンにダウンロードされます。今回の解説は以上です。それではまた別の動画で。